県政フラッシュの時間です。奈良の木の魅力を知ってもらおうという催しが今東京都内で開かれています。東急ハンズ新宿店を会場にしたこの催しは、奈良県産の木の魅力を首都圏の人たちにも知ってもらおうと県が企画したものです。6階の DIY コーナーでは、奈良県産の杉やヒノキの特徴が動画やパネルで紹介されています。奈良の木は太さが一定で節が少ないため、木目が美しい優れた材が取れることで知られています。また年輪幅が狭く害虫にも強いとも考えられています。コーナーでは吉野杉や吉野ヒノキの美しい木目や色合いを生かした板材や、クヌギなど自然木の個性を生かした丸太のセットなどが展示販売され、訪れた人たちの目を引いていました。この催しは3月14日まで開かれています。飛鳥時代に作られた日本最古の鋳造貨幣、不本線を作るイベントが飛鳥村の県立万葉文化館で開かれました。万葉文化館敷地内の飛鳥池工房遺跡からは数多くの不本線が出土しています。不本線作りは毎回人気のイベントで、参加者は初めに錫の合金で鋳造したレプリカを作ります。そして古代の人が用いたヤスリと砥石の代わりにサンドペーパーを使って側面を滑らかに仕上げていきます。さらに磨き粉で表面全体を磨くと黒っぽい風合いが増し、古代のデザインが見事に再現された不本線の完成です。お金いっぱいさって楽しかった。おもちゃを買いたい。考えられながら全部の形が作られたのかなっていうのが、はい、分かりましたね。万葉文化館では3月は万葉集に詠まれた花を描く体験イベントを開きます。ではお知らせです。県立図書情報館では里親をテーマにした写真展ともに暮らすを開催しています。里親はさまざまな事情で実の親と暮らせない子どもを家庭に迎え入れて養育する人のことです。この写真展は地域の中の里親家庭を夫婦で活動する奈良県在住の写真家木と木が撮影し、里親家庭を知るきっかけにしてもらおうと開くものです。期間は2月28日まで、場所は県立図書情報館2階のエントランスです。また27日には子育て中の母親や児童福祉に関心のある人を対象にした研修会も行います。参加費は無料です。こちらは事前予約が必要で、ホームページや往復はがきなどで応募してください。定員は80人です。詳しくは県立図書情報館までお問い合わせください。地域で受け継がれてきた伝統芸能が持つ奥深い魅力を堪能できる奈良県芸能祭りを開催します。奈良県芸能祭りは無形民俗文化財や地域伝統芸能に対する理解を深め、一般に広く普及させることを目的としたイベントです。今回は3月6日にイオンモール大和郡山で開催します。観覧は無料で、午前11時から午後1時までと午後2時から4時までの2部制となっています。イベントでは五條市大東町の地元の神社で奉納されてきた篠原踊りや、宇陀市室生の室生の獅子神楽などを4つの市と町で受け継がれてきた6つの芸能が披露されます。詳しくは奈良県芸能祭り事務局電話0742-32-2330番までお問い合わせください。以上、県政フラッシュをお伝えしました。